ここからは桜美林大学の公式 YouTube チャンネルに投稿されているきっかけ物語についてお届けしていきたいと思います。今回はこの方に来ていただきました。はい、こんにちは、桜美林大学芸術文化学群演劇ダンス専修3年生の西村和樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このきっかけ物語、2021年度から桜美林大学の広告として制作されているきっかけ物語ですが、2024年度には人生に最高の予想外をがテーマとなって作られました、はい、3つの学群にスポットライトを当てた本作品が視聴している皆様にとっての進路に関わるきっかけになれば嬉しいなと思っています。そうですね。本日はきっかけ物語の本編とメイキングを見ながら2人で話していけたらなと思います、はい、お願いします。それでは西村さん、 VTR 振りをお願いします。はい、じゃあ VTR、予想外聞いてます。ごめんなさい、私がちょっと V 振りどうしようってずっと考えてたんだけど何も思いつかなかった。これが1本目ですね。最初は愛ちゃんのやつですね、はい、私が主人公をやらさせていただいた。どうしてだっけ、はい、リベラルアーツ学群の LA の、そう、 LA 学群の生徒役のありますね。ですね。何の人なんですかね、これ。臨床心理士。臨床心理士、これ実は逆再生になってるんですよね。そうなんですよ、逆再生してるんです。社会人で働いてるところからどんどん大学生に戻ってって、うん、高校生に戻ってって、ね、この場所で過ごす日々で黒板もあらあらとかマジックマジックじゃないです見つけた私のきっかけ。いいですね、はい。あ、すごいね、バスケね。これがさっき学群のトークで言っていた芝生のところですね。芝生のところで、そう、これが桜美林の日向山キャンパスの裏にすごい広い芝生のエリアがあって、結構広いよね。あそこなんか遊びに行くだけじゃなくて、私はダンス基礎の授業で、うん、じゃあなんか外で感覚をきっかけの感じてみましょうみたいな、五感をなんか再認識しましょうみたいな時間があって、そこで芝生に行って、みんなで好きなように過ごしてとかって大の字になって寝て、聴覚と視覚とみたいな、そういう授業はそういう使い方もありました、うん、そういう授業多いですよね、はい、人生に最高の予想外を、うん、あそこいいよね。あそこ好きですね。桜美林大学、今年になってなんか、授業でヨガをするやつがあったんだけど、うん、それで学校の成績が決して良くなかった、僕がマットを敷いて広場にね、でみんなでヨガして、でお昼寝しましょうって言って、後半10分ぐらいお昼寝させてもらったりして、気持ちいいですよね、うん、いい授業があります。すごい頭すっきりするし、で、ああ俺のがね、僕のはこれは何学群ですか。これは教育探究科学群の生徒の役ですね。教育を探究する人たちですね、きっとね、うん、すごいですね受けて、ね、楽器再生すごいうまいことね、与えられる学びから自由、この教授役はどうだった、むしろ学ぶことが好きな自分に気づいて絶対その話する教授役の方ね、後輩の人だったんですよ。後輩のことなんですか。そうなんですよ、びっくりした俺。めっちゃ教授に見えますよね。そう、メイクさんがすごくてさ、ね、白髪やってリアルな白髪、うん、ね、すごいよな俺、こんなリアルに白髪を全然ほんまな教授さんかと思いました、ね、探究の授業にたどつけて、びっくりした。教えかなと思ったら、推しを語る時間が気持ちよかった推し活をしてるそれだけだシーンでありまして、人生に最高の予想外。これいつでしたっけ。これは6月ですよね。6月もう暑かったですよね。これ暑かったね、もうすごい、みんなで卒業式のシーンとかあったと思うんですけど、どちらかというと英語が苦手だった私が、暑いとか言いながら、カプチン入るたびにみんなで脱いでくる、はい、仕事をしている、もうみんなでコールドスプレーかけ合って撮影してましたけど、扇風機をね、はい、いっぱい持ってね、扇風機、はい、そんなにあってもいいじゃないですか扇風機持って、これはみんな大変だった。何学部ですか。これはなんだっけ、 GC、 そうです、グローバルコミュニケーション、グローバルコミュニケーションの、うん、この生徒の役のもう一人ね。実際には何年生ですか、この
こういうこの場所で過ごす日々に、3年生ですね。3年生、同い年だ。同い年、ね、あだからこういうとこに見つけられないですよ。知り合いなんで、ね、すいません、ごめんなさいね。はい、そういう感じで今回の主役の人は3人とも慣れない言語で芸術文化学の演劇ダンス、そうですね、たまたまね、はい、でもこれもすごい応募が多分多くて、オーディションですごいいろんなことありました。そうそう、いろんな、ね、日程のオーディション日程を見たらいろんな人が、うん、いっぱいね、いっぱい知り合いいるみたいな、うん、でもこれはなんか芸術文化学部の生徒だけじゃなくて、本当に LUA のリベラルアーツの方とかいろんな学部の方も応募していて、実際にもエキストラ役としてですけど出ていただいて、オービリン大学、映像見たらわかると思うんですけど、いっぱいね、あの、あ今歩いてる人とかも、あの頃の自分、今の歩いてた人も確か LVA かな、 VA の人だったような気がする。ちょっと話した、うん、結構多いですよね、芸術学群じゃない人、ね、そう結構いっぱいいた、うん、そうなんですよ、そんな人が入れ違いで撮影で、ね、はい、ちゃんと意味はあって何時から撮影したんだっけ、その全てが繋がっていて、5時に今の自分がいるんだから1日で3人分の映像を撮り切るってすごいよね。すごい、俺びっくりしちゃった、うん、相当ハードスケジュールでしたけどめちゃくちゃ楽しかったです。すごい充実してましたよね、あの時間充実したね、うん、一瞬のときめきだったり、これ総集編ですね、3人の3人の総集編見ましたよ、うん、あ見ましたか、見ました、よかったです。昨日のリハーサルの段階では見てなかったんです、本当にびっくりしましたよ見てないんかい、想像以上に輝かせてくれてる、自分出てんの、びっくりしました。いやそう、そうこれが駅で、あの19カ所ぐらいの駅で、あの掲示板として掲載されてたんですよ。あそうです、すごい大きくドドンって、うん、町田駅にもね、町田駅とか ね見つけたらちょっとお互い共有し合おうって、ね、うん、そうそうそう、でいろんな友達が見つけたよって言って、それで私知りました。なんかそう、アイちゃんいたんだけどとか言って連絡くれて、うん、嬉しかったですよ ね送ってくれたりした、うん、アイちゃんも俺のやつ見つけて、あそう見つけました、町田駅、そうそうそう、町田駅とか、あとね JR 小田急いろんな駅でね、うん、掲示していただいて、で現在とかね、いろんなところ、そうもう掲示期間は終わっちゃったのかな、終わりました ね、まあ、でもまあなんか多分そのうちどっかで見るとか使われることもあるかもしれないんでね、うん、この YouTube がね、多分ある限りどっかしらでもしかしたら見る機会があるかもしれない。そうですね。そう、その卒業式のシーン。これがね、芸術文化学群のホールなんですよね。うん、プロビデンスホールでしたっけ？そう、プロビデンスホールかな。すごく大きい立派なパイプオルガンがこの背にあって。ね、でっか、なんか怖っていう感じ。はい、最初の多分入学してすぐのオリエンテーションとかはあそこのホールで行われますよね。そうそうそう、そうだね、そのホールでね。私も数ヶ月前はあそこで初めましての状態で、あとかやってました。そうですよ、うん。数ヶ月前に入学した感じですもんね。本当です。懐かしい。俺はもう2年ちょい経っちゃった。はい。でも全然覚えてますよ。入試した時の。あ本当ですか。総合型で俺は入試してたけど。うん、めちゃめちゃいろんなこと考えて受けたな、入試。本当に私も。あ、こけるし、ガチこけですね、これは。すごいですね。見て綺麗にこけてる。恥ずかしい、なんか。眠そうだな、もう。すごいね、大変な発見だったんで。そうですね。朝5時からね。で、もうこれを撮ったのは確か夜11時前ぐらいだったよね。もうみんな疲労困憊です。疲労して、ね、あ、そう、制作会社の、ね、あの、あ、そう、貼ってあるんですよ、うちわに。はい、女の方。女の方が、あの、私の推し役で。誰なんだろうなとかって思ってました。で、誰なんだろうなって思って聞いたら、うん、制作会社の社員の方ですってことで。ああ素敵な方がめっちゃ可愛いです。そう可愛いお姉さんが写って写真でこう貼っていただいて、うん、私もね推しという感じで。撮影地は最初の入学式と卒業式とかはここの、うん、日向山キャンパスで撮ってるんですけど、 そうですね、それ以外はほとんど町田キャンパスの方で撮影してますね。お昼から移動して。町田キャンパスはすごく広いので広いね。もうね。あこれ卒業式ね。あの入学式ね、帽子投げる、あそう入学式、うん、卒業式じゃない、あれは入学式、あれ入学式か、はい、あれ入学式入学式ローブじゃない、あれもう脱いじゃってる、ごめんなさい、はい、暑かったね、暑かったシーンですね。あそうこれは町田キャンパスかな、町田キャンパスですね。
グローバルコミュニケーションの。もういっぱい喋ってたね、英語ね。この時俺、眠気のピークだった。もう終盤ですよね、あそこは。終盤だったね、その時ね。あ、何弁当を選びましたか。映ってますね。カラフルな DC の、あの建物。そう、町田キャンパスは建物がいっぱいあって、ここはこの映像は今、日向山キャンパスだけど、町田キャンパスはもう建物がいっぱいだよね。いっぱいです。いろんな名前の建物だって。東北館、あと DC、特防館。特防館。そう、さっきのカラフルなね、あの壁の建物は、はい、あの特防館っていう。特防館ね。いろんな名前のなんかね、そう、なんか全部漢字なんですよね。そう。命名館とか。そう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 。いろんな名前の建物があってもう覚えきれないぐらいあるんですけど。覚えきれないです。そう、町田キャンパスに行く方は。あります？行くこと。あー、一応ね、あるよね。なんか、健康診断とか。健康診断、そうだ、健康診断は。そう、健康診断で毎年必ず1回行くと思うんですけど、迷いますんで、ね。迷いますね。特にね、自転車の人たちは気をつけてください。うん、駐輪場がどこかわからない、本当に。私は、部活で町田キャンパスに、ほとんど多分、部活は町田キャンパスでやってるので、うん、私もその時だけしか行かないですね。部活は何してるんだっけ？部活はアカペラ部に。そうなんですよ。花歌だ、はい。花歌っていうね、アカペラ、の、何？サークル。部活です。部活。部活サークルいっぱいあるんですけどね。ね、部活でね、やったりとか。友達、俺の友達も花歌所属してる、ね。ああ、本当ですか？そうそうそう。ね、結構活動して、うん、日向山は卒託館、そう、日向山にあるのは卒託館です。何ですか、何ですか、それ。卒託館、この今出てるレンガの建物。卒託館って読むんですね、これ。卒託館って読むらしいね。建物が。そう。2年ちょい通ってるけど覚えられません。いっぱい本当に広いので。そう。オービリン大学ってそう広い。日向山キャンパスは、うん、まあ、土地は広いけど建物は割とシンプルなんで。そうですよね、なんか全部つながってるので。でも町田キャンパスは建物建物建物っていう、ドン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 みたいな、みんな、なんて呼んでる。俺はまあ、ひなキャンの A 棟 B 棟 C 棟 D 棟 E 棟同じくですっていう感じで、その棟で先週で分かれてるんですよね。そうですね。 A 棟はみんなか。そう、 A 棟はあ、そう、みんなだね。なんかみんな受ける授業、ね、ホールが、食堂があるのも A 棟だし、うんうん、でいろんな人たちが使う、あと事務室とかがあるのは A 棟だね。私たちが主に使うのは D 棟ですよね。そうだね。 D 棟が演劇ダンスのところなんですよね、うん、そうそうそう。 D 棟は演劇ダンスのスタジオだったりとかがあって、1階にはスタジオがあって、うん、まあすごい結構広いですよ。広いです、うん、結構スタジオさんっていう、みんなスタさんって呼んでるんですけど、スタジオさんっていう結構広めのスタジオがあって、うん、そこで、まあ、みんな学内公演だったりとか、ね、本番で使ったりとかして。この間もね、ありましたね。ありました。私もこの間使いました、うん、オーパルで、はい、出ましたね。使いました、させてもらって。で、まあ、あと、B 棟は何だろう、英語の授業とかかな。そうですね、英語とか講義系、うん、そうだね、はみんななんか受ける授業は B 棟なような気がします、うん、そうだね。 C がビジュアルアーツですか。そうだ、 C は VA だね。で、E が音楽です。そうだ、そんな感じで分かれて、 A 棟があって B 棟 C 棟 D 棟 E 棟みたいな感じ。だからオープンキャンパスでもし日向山キャンパスに来られた時はなんか分からないなと思うかもしれないですけど、とりあえず廊下をまっすぐ進めば何かしらには行き着くみたいな。そう、順番にね、行き着けるから、うんうん、あ、ここ VA の人たちだな、ああここ演劇の人たちがってことはこの後行くと音楽だみたいな感じで、うん、ね、なんとなくここはあれだね、おたげを撮影してるシーンだけど、これも B 棟と D 棟の間とかそんな感じですね。そうだね、 C 棟と D 棟の間かな。 C 棟と D 棟、今 左側がすぐそのガラス張りになってるところがダンススタジオだね。リノリウムの床がね、貼ってあるんですよ。で、バレエの、そう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 、何、ポール、ポールじゃない、バーバー私も毎朝ここ一元で使ってますね。そうだよね、はい、結構使うね。使いますね。演壇の人も使うしすごいですよね、このおたげ。もう朝でさ、多分これ7時、一番朝一で撮ったんだけど、もう暑かった。いや、もう汗だくで帰ってきたの覚えてます。汗だくだったよ。もう二人で、汗かきましたとか言ってこれ朝でよかった、これ昼やってたら。その後みんなメイクさんで乾かしてましたもんね。そうそう、メイクさんが汗やばいです、すごい汗拭いてくれて、うん、楽しかったです。すいませんっていう感じ。すごい
なんか社会人から高校生になってる流れなので、すごい着替えとかメイクとかも忙しかったですよね。そう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 、髪型変えたりとか。いや大変だ、大変でしょ、ね、そう、実は髪型変わってるんですよ。変わってるんですか？私ほんまですか？よくよく見てくれたらね、あの若干髪型がキャップ、なんかね、帽子かぶってたの覚えてます？あ、帽子かぶったりとかね、うん、帽子かぶったりとか、センターパートになってたりとか、七三っぽくなってたりとか。確かにその前後してたので、なんか社会人からスムーズに高校生にっていうよりは、もう高校生やって、ね、次社会人やって、その次大学生高校生みたいな感じなので、すごい、ね、目まぐるしく、ね、変わってね。でも楽しい撮影だった ね、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったね、あの経験はなかなかできない。楽しかったです。これ毎年でもオーディションありますよね。そうだね、うん、だから今年はリベラルアーツと、うん、教育探究科学とグローバルコミュニケーションの3つだったんですけど、去年は芸術文化学群とか、その今年はこの3つ、去年は何々みたいな感じ で、うん、別々でいろんなところのね、あの学科のねムービー撮ったりとか、はい、来年はどうなるかな。ね、来年来た時に、受験生の方は来年来た時に、こういうこともできます。こういう機会が芸術文化学院だけじゃなくて、いろんな学群でもね、こういう機会が得られるの で、ね、僕だって映像で作品携わらせてもらったの初めてですもん、ね、そうだから、ね、いい経験になりました。普段は演劇をやってるんですから、ここで初めて友達になりました。そうですよ、初めて会いました。撮影でね、いるんだねって、うん、まだ会って、うん、両手に収まりますよね、うん、両手片手片手多分。そう、4回目でもそのきっかけ物語で初めましてして、うん、仲良くなってで繋がってって、はい、いますね。そうですよ、うん、ただ本当にでもひなキャンは人がいっぱいいるから。いますね。そう、この間あの日向山キャンパスで声をかけてくれてたらしいんだけど、気づかないでそのままとことこ行っちゃうっていう。ですよ、それぐらい人が多いんです。だからそう、いろんな人たちが、食堂とかもねすごい人が多いから、うん、人いっぱいいるね。賑やかです、楽しいですよ、いろんな人たちがいっぱいいて、はい、ね、なんか人みんな割とファッションとかもさ、あのこう人個人こう個性が出てたりとか。ああ、そうですね。でもこれあるあるだと思うんだけどさ、あるある、あの1年生の時すごいファッションやる気出しがちみたいなのが多分全大学生ありがちね、多分ね。そうだからそう話すんだよ、3年生の友達とかと。大学1年生頑張ってみて、1年生が入ってきて、で誰が1年生か2年生か分かんないよねって話してたら、あのあ多分やる気、ファッションやる気出してる感じなのが1年生だよ。で2年生になるとやる気なくなってくる。難しいですよね、その目がけ。いや、なんとも言えないです。私まだ1年なんで。なんとも言えない。あいちゃん今やる気満々な時期です。いや、そんなことないです。もうだるいです。実技ファーストなんで。いや、そうですね。動きやすさファーストです。そうだね。授業がね、はい、あって、あの体を動かす授業だと、うん、自然とこうシャツで動きやすいズボン履いてみたいなね、なっちゃいがちだけど、うん、そこもちょっともなんかもったいないから、ファッションも楽しみたいところですよね。いろんな人たちいますよ。ああ、そうだからね。なんか友達はすごい肩まで腰ぐらいまで髪伸ばしてる男の子とかいる。すごい、うん、洗うの大変だ。洗うの大変そうだなっていう感じの友達とかね、もうとって思ったら突然坊主になったりとかして、ね、いろんなファッションセンスの、ね、人たちが、まあさすがね、芸術の人たちだなっていう感じだけど。全然きっかけの話してないですけど大丈夫ですか？やってるよ、たびたびしてるじゃん。たびたびね、たびたびしてるからね。いや、そうね、そう、このまと、あ、そうだね、そろそろまとめに入りたいという感じですございますけども、はい、まあ今回きっかけ物語、ね、撮影楽しかったっていう感想しかもう出てこないんだけど、これ楽しかったですね。なんか町田キャンパスに本当にさっきも言ったように行くことがあまりないので、うん、そうだね、行かない教室とか行かない場所に行くことができて、うん、すごいこんなところもあるんだな、オビリン大学のキャンパスってって思いました。新しい発見でした ね、 ね、そう、きっかけになりましたね、いいきっかけになりました、うん、この機械物語の撮影が、はい、で、そうだから我々はその
あれだけど、あれだよね、演劇掲示板で見たよね、オーディション。あ、見ました見ました。そう、演劇掲示板っていう、まあいろいろ学内での企画だったりとか、オーディションの情報が上げられてる掲示板があるんだけど、そういうところで、まあ情報を見て、オーディション応募しようって思って応募したりとか。で、今回みたいな、まあ、桜美林の、まあ、入学部とか、が取材してやってる、まあ、その撮影映像作品だったりとかっていうのもあるし、あの学生団体だったりとか、あとオーパルっていう、まああのまあ、オービリン独自の単位が取れたりする、まあ、教授が主催してる、学内の公演、演劇の公演だったりとか、ね、そういうのの情報が上がったりしているサイトがあったりとか、ね、そういうのをねきっかけにしてなんかいろいろ受けたりとか、はい、で、はい、友達の輪が広がって、ね、うん、そういうのがあったりして楽しい、ね、楽しかったですね、今回もね、はい、友達が増えて、はい、いろんな人と知り合えていい経験になりましたという感じで、うん、ね、という感じで VTR も終わりまして、はい、はい、いかがだったでしょうか、ね、いかがでしょうか、本日さっきお届けしたきっかけ物語の本編は大学公式の YouTube チャンネルで視聴することができます。はい、ぜひご覧ください。はい、配信終了後にご視聴いただければと思います。でね、では最後に受験生に向けて一言お願いします。はい、ということで、このね配信見ていただいてる方々はね、まあ受験、桜美林受験しようかなって思ってる方も、まだ悩んでる方も、まあそれを判断しに来たと思うんですけどね、そういう人たちが、見ていると思うんですけれどもね、まあ、どの選択を取っても、まあ、きっと悩んでいっぱい悩んで出した結果だったら、あの正しい方向に、自分がいいなと思っている方向に向かえると思いますので、ね、今回、ね、この配信を見て、でいいきっかけをもらって桜美林行ってみようかなって思ったら、ぜひね、いろんなことを学べる機会がありますので、楽しんで学んでいただいてくれたらね、嬉しいなって思います。ぜひ、ね、頑張ってください。受験生の皆さんは頑張ってください。はい、はい、改めて西村さんありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、ぐだっちゃって。この後は入試対策講座をお届けします。開始まで今しばらくお待ちください。